昔、女性アナウンサーで、はい、たくさんの人にチョコレートを渡さなきゃいけないっていうことで、しかも手作りの方がいいっていうことで、はい、業務用オーブンをリースして1週間かけて何百個ってチョコレートを作って焼いていたっていう女性アナウンサーがね、かつて在籍してましたよ。すごい、田中みな実さんっていう方なんですけど名前言わない方がいいね。あんまりそう、名前はね、名前言わない方がいい。名前聞かなかったことにしてください。なんで途中で言っちゃったんだろう説得力があるかなと思って。そうですね、聞かなかったことにしてください。